フレデリック・ホックレイは、イギリス海軍予備員将位で、イギリス海軍艦隊航空隊の戦闘機搭乗員。第二次世界大戦における、イギリス航空隊最後の戦闘任務に参加し、日本軍による高速化で裁判なしに処刑されたことで知られる。ホックレイは、ケンブリッジシャーのイーリーに近いリトルポートに生まれた。父親は、水道局の職長で、教区協会の名称人だった。 フレッドは、ソハムのグラマースクールに進学し、水泳に熱中した。空母インディファティガブル空母上空を飛ぶ、スーパーマディンシーファイアーホックレイは、海軍予備員に任命され、航空母艦インディファティガブルに、艦隊航空隊所属のスーパーマディンシーファイアの、戦闘機搭乗員として配属された。百四十五年八月十五日、九十四戦隊の五機のシーファイアを率いて、 東京湾地区の飛行場を攻撃する任務のフェアリーファイアフライ及びグラマン TBF アベンジャーを護衛するため発信した。15機の編隊は小滝湾にある化学製品工場を新たな目標として進路を変更した。ホックレー機の無線機は機能しておらず、零式艦上戦闘機の攻撃を受けた後にホックレーは戦闘機から脱出し、千葉県調整軍東村近くに パラシュートで降下した。変態は、ビクター・ロードンが代わって指揮し、目標を爆撃して任務を完了している。ホックレーは、地元の警防団員や駐屯していた兵士により、捕獲され、東村国民学校に連行された。ホックレーの身柄は、東村に駐屯していた軍の教育隊に預けられ、教育隊が不評426連隊に、報告すると連隊側は、 と僕村岩井にあった連隊本部まで連行するよう伝え、玉音放送後の午後2時頃に岩井の連隊本部に到着する。この後、ホックレイは市宮町の連隊本部に移送され、夜に近くの山中で不評426連隊の将校によって殺害された。ホックレイの遺体は終戦後に密かに掘り起こされて、ダビンに付された。遺骨は後に、 横浜市の A 連邦戦士社墓地に改装されている。ホックレイの死は占領軍の調査で明るみに出た。田村連隊長と師団参謀及び直接殺害した将校はイギリスの管理下に移され、香港で1947年6月13日から30日まで先般裁判にかけられた。田村と師団参謀は有罪として 死刑を宣告されて1947年9月16日に公死刑が執行され、大は禁錮15年の刑に処された。裁判で軍の検察官だったマレー・オームズビー少佐は、ホックレイの犠牲が忘れ去られることを気にかけていた。1995年から、オームズビーは、毎年ホックレイの命日に当たる8月15日のデイリー・テレグラフに追悼の広告を掲載した。 ありがとうございます。